きえです。今日はなんとお肌の治療をしに東京に来ました。今渋谷にいて S ラボさんというクリニックに行ってきたいと思います。はい、では行ってきたいと思います。スタート。ドンキホーテから歩いてきて GU さんの目の前です。着きました。シミ取り放題がなんと8800円で、医療脱毛が5500円です。めっちゃお得。店内はこんな感じです。めっちゃ綺麗です。これがパウダールームです。やっほー。2番の看護札でお呼びいたしましたので、こちらお待ちください。こちらのご確認と、中を開いていただきますと、ベルベットスキンについて説明ございますので、こちらお待ちいただきまして、待合室でお待ちくださいませ。はい、お願いします。今日はベルベットスキンのご予定ではよろしいですかね。まずダーマペンで、ダーマペンが細かいこう針状のものがこうあるので、それをお顔にこうダダダダダダと当てていって、そこに薬剤を加工していきます。で、ダーマペンの、効果としては、ニキビ跡だったりとか毛穴とか、あと薬剤によっては美肌効果のあるものになります。お処置後はですね、洗顔とスキンケア12時間後から OK です。で、保湿はちょっといつもよりしっかりめにするようにしてください。で、メイクは翌日から OK となってます。ヒアルロン酸で、陣中短縮系がいいです。なるほど。そしたら、陣中短縮だったら、例えば、ちょっとボトックスもあるんですが、はい、ボトックスだと、その筋肉の動きを緩めるってもので、抗輪筋ですね。抗輪筋のここだけ緩めることによって、中にぐっと入り込みやすい上唇を外向きにこうプリッと出していくと、それでここを短く見せるものになります。ボトックス自体は、長く持っても半年ぐらい、なんかやってみてイメージと違うなってなったら戻るので、そこは安心してほしいですね。ヒアルロン酸も溶かせるので。ヒアルはどんぐらい持つんですか？ヒアルロン酸はだいたい1年ぐらいですね。そんなに持つんですか？はい、1年かけて吸収されていくって感じなので。麻酔は、そのダーマペンとかでやっていくんですけども、この注入系は逆にその注射での麻酔になってしまうので、その麻酔自体もやっぱり痛いので、あんまり意味がないわけじゃないですけども、注入で麻酔使うことはないですね。その唇とかの場合は結構本当に氷でガンガンに冷やして、感覚ちょっと鈍らせてから注入する、しっかりめに冷やしていくっていう感じです。あとは唇の場合はちょっと麻酔のテープですねを貼ったりとかで、なるべくちょっと痛くなくっていうような感じです。やっぱりこうめくるような感じになればいいかなっていう感じですかね。ボリューム出して、で上を入れてみて、バランス見て、それであればちょっと下も入れていくっていう感じでよろしいですね。ベルベットとヒアルロン酸で、ボトックスは大丈夫そうですか？陣中の場合はその口輪筋で口を閉じる作用の筋肉なので、例えばストローを加えにくいとか、ちょっと麺類すすりにくいとかといったようなところがちょっと出てきてしまうので、ヒアルロン酸やるのであれば、ある程度ね、短くなってくるかと思うので、ヒアルロン酸だけでもいいかなと思います。はい、じゃあ次やっていきましょうか。あとご質問はよろしいですか？大丈夫です。大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。あ、緊張する。で、ヒアルロン酸の種類も一応あってですね、うちで使っているヒアルロン酸がこの テオシアルシリーズになるんですけども、唇なので、この柔らかいやつがいいかなと思います。ある程度この結構そのキュッとした形を作る場合に、こっちの真ん中ぐらいの硬さのものを使うこともあるんですけども、この硬さとしてしこり感として触れ感じることはあるので、もっと柔らかい方でボリューム出す感じでいいかなと思いますので、それでやっていきましょう。はい、では今からメイクを落とします。はい、メイク落としました。今から施術してきます。失礼します。まず口元に麻酔のテープ貼っていきます。
世界で。行きますね。まず一箇所行きます。痛み大丈夫ですか？はい、はい、続けていきます。切りつき大丈夫ですか？はい、はい、痛い、きますよね。ここの切りつきいかがですか？はい、ちょっと大丈夫ですか？はい、ああ怖いですね。緊張。あ、めっちゃ怖い。待って、めっちゃ怖い。ベルベットは大丈夫でした？はい、それは。じゃあ上唇の真ん中から何回刺しますか？まずとりあえず真ん中は1箇所ですね。何回、あとは両側もっていう感じで、3、下もだったら5回我慢、ただまあ中に麻酔は入ってるので、あのだんだん効いてくると思います、はい。痛くない。あ、うん、大丈夫ですか？うん、涙が出てないから大丈夫かなって、うん、意外といける、うん、痛くないです。すごい、ね、うんうんうん、何で上がったみたいな、うん、すごい。あー、すごい、針が出た、かわいい。で、大体まあ1週間くらいでヒアルロン酸も安定してくるんで、うん、もうちょっとこう、針感というか、ありがとうございました。痛くなかったもん。よかったです。すごい。めちゃめちゃビビってたから。うん、先生の入れ方かな。前、うん、気絶するかと思いました。皆さんお疲れ様でございました。そうしましたら、まず次回のご予約についてなんですけれども、本にですね、ご予約の際に LINE のお友達の追加お願いしております。そしてですね、お会計を失礼いたします。本日なんですけれども、ベルベットスキンとヒアルロン酸の施術で、処置金額が33,000円になっておりまして、こちら4月の26日まで半額でご案内をしております。受診料が1100円かかりまして、本日の会計が34,100円になります。なんで半額なんですか？はい、というですね、3月の21日にリニューアルオープンをいたしまして、リニューアルオープンを記念いたしまして、すべてのメニューを半額とさせていただいております。めっちゃ安い。今ですね、当院キャンペーンを行っておりまして、インスタグラムで当院の投稿ですね、ストーリーズでシェアをしていただくか、ツイッターでですね、引用リツイートをしていただきますと、処置金額から 5% でご案内が可能になりますので、こちらもぜひ、はい、もしよろしければお願いいたします。施術終わりました。ベルベットの、ね、後なんでちょっと赤みが出てます。はい、受付から施術終わるまでがだいたい40分ぐらいで、麻酔20分、1施術20分で、ヒアルは10分ぐらいで終わりました。めっちゃ早かったです。はい、ってことで帰りたいと思います。1週間後のお肌の様子も撮っていきたいと思います。施術後1日目のお肌です。本当にちょっと点々点々点って赤みが出てるぐらいかな。わかるかな、このおでこ、こんな感じ。他はないけど、私は施術前から顎周りにニキビの薬を塗ってたので、そこの部分がね結構乾燥してました。他は一切まだ乾燥してなくて、スキンケアするとヒリヒリして痒い感じがあるぐらいですかね。もうね、施術直後から張りが半端ないです。もうパーンって感じ、めっちゃ楽しみです。あとね、唇はねとにかくいい感じ。朝のねすっぴんのね唇が可愛すぎてびっくりしちゃった。可愛くない？これもねちょっと落ち着いて馴染んでいくので楽しみです。はい、術後2日目です。ちょっとねこの辺とかがね、と鼻周りとかが皮むけしてきて、今絶賛メイクのりめちゃくちゃ悪いです。唇はねまだ膨らんでるんですけど、ちょっと馴染んできたかも。はい、こんな感じです。1
週間が経ちました。ちょっとニキビね潰しちゃってこの辺赤くなっちゃってるんですけど、ちょっとこの辺はねあれなんですけどね、肌がもうめっちゃツヤツヤになりました。施術3日目ぐらいから結構皮むけしてきて、保湿たっぷりしてたんですけど、皮むけした分ねめちゃくちゃ綺麗になった気がする。ツヤンツヤン、下地も何もしてないです。で唇見てめっちゃいい感じじゃない？なんか最初のダウンタイム1日目2日目は結構なんかぷくってね、まあ、安定してなかったから腫れてたと思うんですけど、今めっちゃ自然。1週間に1回は必ずね会ってる友達とかに何が変わったか聞いても、なんか可愛くなったけど何が変わったか分かんないっていう感じだったの。だからやっぱねこのね入れ方はめっちゃ自然だった。前回は結構明らかに入れたよねってなってたんだけど、今回マジで自然。しかも施術後2日目とかでも自然だった。だからめっちゃいいと思う。おすすめです。はい、ぜひ行ってみてください。はい、ではメイクしてきます。はい、メイク終わりました。メイクした後のお肌はこんな感じです。なんか内側から溢れるツヤ感がねすごいよね。はい、唇もねめっちゃ理想でぷっくりしてて可愛いです。本当にね先生上手だったし、ベルベットスキンもね、もう本当ねベルベットスキンだけでも4万ぐらいするところもあるから、ベルベットスキンとさらにヒアルロン酸までやってあの金額に、もう本当に驚きました。ぜひ皆さんもねこの機会に行ってみてください。このメイクは明日の動画で上がるのでぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお待ちしております。バイバーイ。